いやーもうねそれはかなり洗脳されてしまっているのでめちゃめちゃ不安に感じました僕は。あのかわいそうだなと。逆になんか多分生きてる世界がすごく狭くなってしまっているので多分飛行機乗った方がいいと思っていて飛行機乗ると何がいいかっていうとめちゃめちゃ地球がでかく見えるわけですよ。日本でですすらものののごく広いのでその 家と勤務先の2箇所で人生決まっちゃってると思うのでもっともっと世界は広いんだということを知ってほしいなということで飛行機に乗って窓からちょっと見てみてくださいそしたらあのいっぱい色の世界が広がってるんでだから狭い世界で人生を決めない方がいいい方がと思いますよなんで給料が高い職場もいっぱいあるしあなたのことを求めてくれる職場も世の中にはいっぱいあるのであの狭い世界で洗脳されないでください。